時は遡って19世紀、当時の欧州列強はアジア、アフリカなど世界中の至るところを植民地化していました。しかし、人類が進出し、植民地化できる面積はもちろん限られていました。彼らは植民地などの利害関係から、次第に対立するようになっていきました。当時の欧州列強はフランス、ドイツ、イギリス、ロシア、そしてオーストリア・ハンガリー帝国を中心に、いつ戦争が起きてもおかしくないような緊張関係にあったのです。こうした中1882年、当時のドイツ指導者であったビスマルクは、敵対していたフランスに対抗するべく、ドイツ、イタリア、オーストリア・ハンガリー帝国で同盟を結ぶこととしました。これが三国同盟と呼ばれるものです。お互いに必ずしも仲が良かったわけではないけど、敵の敵は味方って感じだな。ビスマルク率いるドイツはさらにフランスを孤立化させるべく、これまで仲の悪かったロシアとの関係を修復すべく、巧みに外交を展開していきます。しかし、これは結局うまくいきませんでした。利害関係のもつれか？1890年、ビスマルクは当時の皇帝によって辞任に追い込まれてしまったのです。これは皇帝がロシアとの同盟を望まなかったためですが、結果、ロシアはフランスに急接近します。1891年、こうしてロシアはフランスと段階的にフランスと同盟を結んでいきました。これが露仏同盟と呼ばれるものです。ロシアはドイツが急にそっけなくなったから、じゃあフランスと仲良くしようって思ったのか？理由は他にもあるのですが、かなりややこしいのでこの動画では割愛します。とりあえずは三国同盟に対抗するかのように、ロシアとフランスが同盟を結んだということが重要です。ここでイギリスが割り込んできます。イギリスもイギリスで植民地問題でドイツと対立していましたので、イギリスはロシア、フランスと個別に協定を結びます。もともとロシアとフランスは同盟関係にありましたから、ここにイギリス、ロシア、フランスの同盟関係が構築。これが三国協商と呼ばれるものです。協商というのは、イギリスが世界の植民地に関して、分割協定を結んだことに由来しますね。植民地にされる国からしてみれば、厄介なことこの上ない同盟関係だな。ここに第一次世界大戦の背景となる、二勢力間の対立構造が完成します。一つは三国同盟勢力である、ドイツ、イタリア、オーストリア・ハンガリー帝国、もう一つは三国通商勢力である、ロシア、フランス、イギリス、ということですね。この国々の関係性は、武装した平和なんて呼ばれるような緊張感のあるものでした。いつ戦争が起きてもおかしくないような、かなり危うい状態だったわけだな。しかし、問題はこれらの国々だけではありませんでした。同じ時期、バルカン半島の周辺では、これまで大勢力を誇っていたイスラム系国家、オスマン帝国が次第に衰退していました。オスマン帝国が衰退するとともに、バルカン半島の民族たちは独立を画策するのですが、この民族たちの利害関係や思想が合致することはなく、絶え間ない紛争状態にありました。ちなみにこの争いは、100年以上経った現代でも解消には至っていません。セルビアとコソボの関係などはその延長線にありますね。日本にいると全然わかんないけど、異なる民族が陸続きで接している国は大変だな。この混乱に乗じて、オーストリア・ハンガリー帝国はバルカン半島まで領土を拡大しようと画策。この地の一部を併合することに成功しました。しかし、もちろん併合された国の人の中には、オーストリア・ハンガリー帝国に反発する者も多かった。この地にはセルビア人が多く住んでいたのですが、セルビア人は南に自分たちの国であるセルビア王国があり、セルビア王国に帰属することを望んでいました。他にもイスラム系の人々も居住していましたが、彼らはオスマン帝国への帰属を望んでおり、三者三様の独立思想が泥沼化していきます。マジでこの辺り何回聞いても複雑で意味わかんないよな。とりあえず民族同士の対立が入り乱れたと。バルカン半島での民族間の対立はあまりにも激しくて、ヨーロッパの火薬庫なんて呼ばれてたな。これが第一次世界大戦の背景となる二つ目の理由ですね。時を進めて1914年、ここである事件が発生します。オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子夫妻が軍の視察のためにバルカン半島に訪れ、オープンカーでパレードをしていました。ここに独立思想を持つセルビア人の青年が襲いかかり、皇太子夫妻を銃撃、暗殺してしまったのです。事件が起きた年の名前がサラエボだから、サラエボ事件って呼ばれてるやつだな。はい、皇太子夫妻の暗殺に対してもちろんオーストリア・ハンガリー帝国は激怒します。実は、激怒の背景には皇太子夫妻の関係性にもありました。この皇太子夫妻、夫のフランツ・フェルディナント大公は劣気とした皇位継承者だったのですが、妻のゾフィーは伯爵の一令嬢に過ぎませんでした。皇位継承者の妻としてはあまりにも身分が低かった。二人の結婚は当時としては珍しい恋愛結婚でした。大公は他にも自分にふさわしい人を紹介されるも、ゾフィーとの関係を優先してこの紹介をことごとく拒否します。怒った当時の皇帝は大公に対し、皇位継承権とゾフィーどちらかを選べと言われますが、大公はゾフィーを選んだのです。彼は皇帝の権利を捨て、ゾフィーとの結婚を望みました。漫画の世界かよ。現実は小説よりきなりだな。貴族と貧民の結婚みたいなことだよな。これがどう戦争につながるんだ？皇太子夫妻は結婚後も、
皇室の中で冷遇されていたのです。妻のゾフィーは皇室の一員として扱われることはなく、公式の会場ではほとんど太后との同席は許されなかった。これは暗殺後の葬儀でも同様で、彼女は皇室の一員ではなく女官として扱われます。彼女の棺は夫の棺と並べず、より低い位置に配置され、葬儀は皇族としてはあまりにも簡素でした。この大恋愛の末の悲劇に同情し、怒りの声を上げたのは、オーストリア・ハンガリー帝国の国民たちでした。皇族としての権利を捨てて幸せになったにもかかわらず、彼らの生涯はあっけなく終わってしまった。その怒りの矛先は、セルビアに対して向けられることになったのです。なるほど。皇太子夫妻を暗殺したからだけではなく、その二人の結婚に至るまでの関係性が、市民たちの怒りをより一層強くしたんだな。はい。オーストリア・ハンガリー帝国にはセルビアを討伐すべしとの声が高まっていきます。オーストリアはセルビアに対し、最後通帳を送りつけるものの、主権侵害であるとしてセルビアはこれを拒否します。こうしてオーストリアはセルビアに宣戦布告し、第一次世界大戦が幕開けするのです。オーストリアとセルビアの戦いだったけど、ここに列強が混ざって大変なことになるんだよな。はい、問題はここからでした。ロシアはオーストリアと対立しており、セルビアの後ろ盾となっていました。ロシアはセルビアを助けるべく、1914年7月30日、総動員をかけます。一方、ドイツはオーストリアと同盟を結んでいたので、ドイツも参戦することになります。だけど、ドイツが攻撃したのはロシアではなく、まずフランスを攻撃したんだよな。はい、地理的に見ても明らかなのですが、ドイツはフランスとロシアに挟まれています。ロシアを攻撃すれば背後をフランスに攻撃されると考えたドイツは、まずフランスを叩きのめし、その後にロシアを攻撃しようと考えたのです。もちろんロシアとしても、フランスにドイツの背後を攻撃して欲しかったので、ロシアはフランスに要請して、ドイツへの攻撃を行うように依頼します。8月1日、フランスは総動員を開始。8月3日、ドイツはフランスに宣戦布告します。本当に3日で状況がどんどん変わっていくな。さて、ドイツはフランスを攻撃しようと考えますが、この2国の間には要塞が築かれており、攻めるのは容易ではありませんでした。ここでドイツはフランスにもドイツにも接している中立国、ベルギーを攻撃しようと画策します。これは当時のドイツの参謀総長であるシュリーフェンが考えた計画に基づくものでした。中立国のベルギーが急に攻撃されるとか、黙ったもんじゃないな。一方、これに対して起こったのがイギリス。ベルギーの中立を侵害したイギリスは、8月4日ドイツに宣戦布告。フランスに対しても援軍を送ります。ここに欧州列強が全面的に参加した、第一次世界大戦の舞台が整ってしまったわけですね。ちなみにイタリアはドイツ、オーストリアと三国同盟を結んでいましたが、オーストリアと領土問題で対立していたため、開戦当初は中立的な立場を保っていました。さて、それでは戦線の推移を解説していきましょう。開戦当初の戦争を優位に進めていたのは、紛れもなくドイツでした。ドイツは東部戦線はロシアに対して優位となり、ロシア領土を順調に侵攻し、また、西部戦線では当初の予定通り、左翼は停滞させつつ、右翼はベルギーを攻撃。8月5日にベルギーのリエージュ要塞軍を攻撃し、8月16日には完全に征服。リエージュ要塞軍は難攻不落とされていただけに、あっけない陥落にフランスは度肝を抜かれます。なんで開戦当初のドイツはそんなに強かったんだ？まさかロシアもフランスも油断していたと？油断といえば油断かもしれませんが、特に優れていたのは当時のドイツ製の兵器です。彼らは要塞用の大砲や、先進的な機関銃を駆使した戦いでベルギーやフランスを圧倒します。ベルギーのリエージュ要塞軍も、すでにこれら兵器の前では陳腐化していたのです。いろいろと理由はありますが、兵器の強さはドイツ軍の強さの一つですね。フランス軍は8月20日から23日という期間で、あろうことか4万人近い戦死者を出します。このほとんどがドイツ製の機関銃による存在でした。だいぶやられてますね。フランスの左翼部隊はドイツに押し込まれる形でどんどん撤退を開始、あろうことか、フランス首都パリまで押し込まれ、9月2日には政府がパリからボルドーに疎開します。パリ陥落の危機とかやばすぎませんかね。ところがフランスはここに来てドイツ軍を押し返すことに成功します。これが1914年、9月6日より発生したマルヌ海戦です。この戦いでは軍人だけでなく、パリの市民も一致団結し、市内のタクシーなども兵員輸送のために活用されます。イギリス軍の協力もあって、ドイツ軍は撤退を余儀なくされ、9月9日には全軍撤退。撤退した先でドイツ軍は塹壕を築き、戦争は短期決戦から長期戦へと様相が変化していきます。塹壕ってのはあれだな。大きな堀というか、敵軍が襲ってきたら塹壕に潜んでいた部隊が一気に攻撃することもできるやつだ。はい、塹壕戦はもちろんドイツ、フランス両軍とも当初計画していなかったものでもあり、両軍とも塹壕を挟んで敵軍の侵入を拒むことに、こうして第一次世界大戦は長期化したわけですね。塹壕なんて歩兵だけで攻略するのには無理あるよな。はい、この結果、現代につながるあらゆる兵器が発明され、そして活用されていったわけですね。イギリスによるフランスへの兵団や物資の補給に悩まされていたドイツは、潜水艦を中心とした海部隊をイギリス方面に派遣、イギリス艦艇を破壊しまくります。さらにはこの頃から、塹壕戦を有利に進めるため、地上兵器も大いに発達していきました。その代表例が戦車ですね。キャタピラと重装甲でデコボコの地形を進み、歩兵を圧倒できる戦車は、大いに活躍の機会を得ることになります。また、戦闘機なども大いに発達していきました。
地上では戦線が停滞するので、空中であれば侵入できるという話ですね。こう見ると全て塹壕から始まったんだな。さて、西部戦線は一旦の膠着を見せましたので、ここでオスマン帝国方面を見てみましょう。ここまで一切話題に登場しなかったオスマン帝国ですが、1914年11月にドイツ、オーストリア側に参戦します。なぜオスマン帝国はドイツ側についたんだ？理由はいろいろありますが、一番の理由はロシアとの国境問題でしょうか。ロシアは18世紀からオスマン帝国への侵攻を行っており、二国間の関係は最悪でした。ロシアとオスマン帝国は高架差し地方で戦闘を重ねます。当初はロシア側の優勢でしたが、ロシアはドイツとの戦争に主力を割かれていたため、オスマン帝国との戦闘に十分な戦力を確保できず、この地域も次第に膠着していきます。さて、ここでオスマン帝国との戦いにイギリスも加わってきます。戦術の通り、ロシアはドイツとの戦闘でオスマン帝国との戦いに負担を感じていたため、イギリスと連携してオスマン帝国に圧力をかけるよう、要請していたのです。イギリスはこれに応じ、オスマン帝国が領有するガリポリ半島への攻撃を決定、艦隊を送り込みます。戦線が一気に広がってるな。よほどドイツを中心とした塹壕戦が膠着していたと見えるぜ。しかし、ガリポリ半島へ進出したイギリス艦隊は、オスマン帝国の反撃によって大損害を被りました。1914年の第一次世界大戦開戦当初から、オスマン帝国はこの地に精鋭を配置していたのです。ガリポリ半島の精鋭部隊は、ずっと大陸上作戦への訓練を行っていました。1915年2月にはイギリスとフランスの連合艦隊がガリポリ半島へ砲撃を開始するも、逆にオスマン帝国の精鋭によって返り討ちにされ、戦艦3隻を失うという大損害を被ります。オスマン帝国が配置していた機雷など、艦隊に対する対策は万全だったというわけですね。結果、イギリスは艦隊による海峡の通過ではなく、上陸作戦に戦略をシフトしましたが、結局これもダメでした。1916年1月までにガリポリに進出した部隊は全面撤退しています。さっき、オスマン帝国は大上陸作戦への対策をしていたと言ってたもんな。準備は万全だったということか。さて、こうしてオスマン帝国方面も戦況は膠着していきますが、ここで第一次世界大戦への参戦国は、さらに広がっていきました。1915年5月、ドイツの潜水艦によってイギリス軍の商船が撃沈されてしまいました。実はこのイギリス商船にはアメリカの市民も乗っており、市民128人が犠牲となってしまいました。もちろんアメリカはドイツに激怒。これまで中立の立場を貫いてきたアメリカは、国民に反ドイツ感情が生まれることで、一気に参戦の方向へ世論が傾いていきます。ただし、ひとまずはドイツが潜水艦攻撃を停止したこと、アメリカでも参戦反対派がいたことから、すぐに参戦とはなりませんでした。このあたりはドイツも慎重に対応したってことか。参戦国はどんどん広がっていきます。同時期に今度はイタリアが参戦を決定しました。イタリアは確か、ドイツやオーストリアと同盟を結んでいたよな。はい、しかしすでにこの同盟は機能停止していたこと。イタリアはベネチア方面をオーストリアから取り返したかったなどの理由から、三国同盟を破棄して1915年5月、オーストリアに宣戦布告します。実はこの宣戦布告に先立って、イタリアはイギリスなどと極秘に交流し、秘密条約を結んでいたのです。この条約ではイタリアがイギリスやフランス、ロシア側に参戦することを約束する代わりに、オーストリアに支配されているベネチアなどの地域を割譲するという保証を得たわけですね。この地域はもともとイタリア人が多く、未回収のイタリアなんて呼ばれていました。膠着したドイツとの戦線を打開するかのように、イギリスもイタリアと手を組んだわけだな。このあたりは抜け目ないぜほんと。さて、不利な状況に陥るドイツとオーストリアですが、もちろん彼らが何もしなかったわけではありません。もともとこの第一次世界大戦はオーストリアとセルビアの戦いから広がったわけですが、オーストリアはセルビアと敵対しているブルガリアとも提携を進めていました。1915年10月、ブルガリア王国が参戦決定。セルビアに侵攻を開始します。この時のセルビアの被害はそれは甚大なものでした。当時のセルビアの人口は450万人ほどと言われていますが、軍人市民を問わず126万人が犠牲になりました。セルビア全体で、この戦争で男性の半分が亡くなるというレベルで壊滅的な被害を受けたのです。まさかここまで被害が出るとは思いもよらなかっただろうな。完全に敗退したセルビアの領土は、オーストリア、ブルガリアに分割されることになります。さて、ここでドイツとフランスの戦線に戻りましょう。塹壕を境にして両国の戦況は膠着していましたが、若干ドイツ軍が大規模攻勢を開始し始めていました。当時、ドイツの参謀総長であったファルケンハイノは現状を打開すべく、大攻勢で一気に敵を消耗させるという作戦にシフトしていきます。攻撃対象となったのはフランスでした。彼の思惑ではロシアは人的戦力が豊富であり、消耗させるには無理があり、イギリスを大陸から追い返すことは不可能。イタリアは戦局に大きな変化を与えない。一方、フランスはすでに開戦以来大損害を被っているので、消耗戦に追い込んでフランスを屈服させ、戦いを有利に進めようという意図がありました。塹壕戦が開始されて以降、兵器の開発と生産も大量に進んだわけだしな。がっつりフランス戦線に投入し、戦況を打開してやろうと。はい、特にフランスが守備していたベルダンには、ドイツ軍の兵器が押し寄せ、大戦最大の行われることになりました。
しかし、フランス軍の抵抗も強く、両軍ともに多数の死者を出しながら、やはり戦況は膠着化していきます。さてこうした中、イギリスは外交で外堀から埋めていき、ドイツを追い詰めていきました。イギリスはフランス、ロシアと共に秘密裏にオスマン帝国の分割を取り決めていました。1916年5月、三国間で結ばれたこの協定は、サイクス・ピコ協定と呼ばれています。一方、イギリスはオスマン帝国の後方を撹乱するため、1915年10月にはアラブ勢力と大戦後の独立を確約する。フセイン・マクマホン協定を結んでいました。これはアラブ勢力がイギリスに加担する代わりに、その後の独立を承認してもらうというものでした。このあたり、イギリスはロシアやフランスとオスマン帝国の割譲を定めたにもかかわらず、オスマン帝国のアラブ勢力には独立を認めると、矛盾した外交を行っています。これはいわゆるイギリスの二枚舌外交、なんて呼ばれるもので、当時のイギリスに対する批判の原因になってますね。戦いを有利に進めようとしたため、矛盾する協定を各々と結んでしまったわけだな。最悪アラブ勢力は後から制圧してしまえとでも思ったのかもしれないが、とにかく領土を広げようとしてきた当時のイギリスの、悪どい部分の象徴とも言える内容だな。さて、ここから次第にイギリス、ロシア、フランスが少しずつ勢いを盛り返していきます。ドイツとフランスが国境沿いで激闘を繰り広げる中、ロシアはドイツに大攻勢を仕掛けました。1916年6月からは北フランスのソンムにおいても、ドイツ軍に対するフランス・イギリス連合の大攻勢が開始されます。この戦いでイギリスは初めて戦車を実戦投入しましたが、この戦闘も大規模な消耗戦となるだけで、決着はつきませんでした。イギリス軍は42万人、フランス軍は20万人、ドイツ軍は45万人という犠牲者を出します。どちらも戦況を変えたいと望んで大攻勢を仕掛けるものの、お互い大攻勢を仕掛けるもんだから結局消耗戦から抜け出せないんだな。ソンムの戦いを経て両軍ともに多大な犠牲者を出しており、欧州各地で兵士たちは疲れ切っていました。長引く消耗戦は国力を大幅に削り、欧州列強は次第に弱体化していきます。しかし、ドイツの弱体化に対してイギリスは弱体化を免れていました。この理由は簡単で、背後にアメリカの支援があったからですね。アメリカは大西洋を越えてイギリスに物資を補給していましたから、ドイツほど国力の低下を招くことはありませんでした。以前、ドイツが潜水艦でイギリスの商船を撃沈させた時、アメリカの市民も被害に遭ったって事件があったよな。もともとアメリカは中立国だったにもかかわらず、その時点で世論は反ドイツに傾いていたと。アメリカによる支援はドイツを大いに悩ませることになります。ドイツは消耗するにもかかわらず、イギリスはアメリカの支援で消耗を免れるのですから、悩んだドイツはここで劣勢を覆すべく、強硬手段を取ります。それはドイツ軍の潜水艦をイギリス・フランス沖に配置し、イギリスやフランスに向かう商船は、敵国だろうが中立国だろうが、全部無警告で攻撃せよというものです。いわゆる無制限潜水艦作戦、なんて呼ばれているものですね。中立国でも攻撃しようというあたり、ドイツ軍の切羽詰まっている状況が察せるぜ。アメリカ参戦も間近だな。はい、これまで反ドイツを掲げながらも、大戦に参加していなかったアメリカは、ドイツによる無制限潜水艦作戦が決定だとなり、1917年2月にドイツと国交を断絶、1917年4月には第一次世界大戦に参戦決定。ドイツに宣戦布告します。これは正直予想できたことでもあるけど、ドイツ的にはアメリカ参戦しても OK だったのか。当時の軍部の判断ではアメリカなど恐るるに足らずとのことですね。実際のところは恐れて当然だったと思うのですが、それ以上にイギリスやフランスへの支援封鎖が先決だったというところでしょう。さて、一方でドイツの東部戦線ではロシアとも激闘が繰り広げられていました。ドイツは疲弊していましたが、ロシアの疲弊もすでにこの頃限界を突破していたのです。戦争は国内の食料不足、燃料不足、物価高騰をもたらし、国民は生活に困窮します。特に首都のペテルブルクでは戦争反対の機運が高まり、女性労働者を中心にデモが発生。このデモはパンをよこせなどの声で労働者が一致団結し、急速にロシア政府は弱体化します。このデモの広がり方は尋常ではなく、新聞は発行されず、電車は動かず、大学は封鎖。軍隊はデモを鎮圧しようと試みますが、軍部の中からも武装蜂起が始まります。結果的にこのデモはロシア全土に波及し、ロシア皇帝のニコライ2世は退陣に追い込まれました。ロシアでは臨時政府が誕生しますが、この臨時政府も戦争を継続したため、臨時政府と労働者が対立したままの状態、すなわち二重権力の状態で戦争が続行します。ロシア革命時は特に混沌としていただろうな。そんな状態のロシアが戦争をうまく進められることなど到底ありませんでした。1918年頃にはドイツとオーストリアの攻撃によってかなり侵攻されてしまいます。特に、この時代からロシア内では共産主義勢力としてソビエト政権が拡大します。ソビエト政権の中心人物こそ、後にソ連の指導者となるレーニンでしたが、すでにドイツとオーストリアに押し込まれ、戦意喪失したロシア軍は自発的撤退を始めていたため、彼はドイツ側の過剰な条件もやむなしとして、即時講和する方向で話を進めていきました。もはや各地の兵士、農民たちは、戦争を終わらせて一刻も早く帰りたかったのです。長引く戦争に嫌気がさしたんだな。消耗するばっかで全然進展しなかったんだもんな。1918年3月、こうしてドイツとロシア、もはやソ連ですかね。ドイツとソ連は停戦条約を結びます。
この条約は特にブレスト・リトフスク条約と呼ばれます。この条約によってロシアはポーランドの領土主権を放棄。バルト三国、フィンランド、ベラルーシ、そしてウクライナからも撤退して独立を認めます。コーカサス地方ではオスマン帝国とも戦っていましたが、これももちろん停戦。コーカサス地方の一部はオスマン帝国に譲ることになります。かなり広範囲で撤退したんだな。国だけで数えても5、6カ国分くらい撤退してないか。さて、ここで少し時を戻して1917年11月頃、オスマン帝国とイギリスの戦線でも進展がありました。この地にはパレスチナがあったのですが、イギリスはユダヤ人にパレスチナでの国家の建設を認め、パレスチナ周辺でのオスマン帝国との戦いを有利に進めようと試みます。この時ユダヤ人の国家建設を認めた内容は、特にバルフォア宣言と呼ばれます。おっとこれはもしかして、イギリスさんの悪どい二枚舌外交の始まりかな？すでにロシア、フランスとのオスマン帝国分割協定、アラブ人の独立を認める協定がありましたので、これで矛盾する内容は3つ目。三枚舌外交なんて呼ばれ方もしますね。ただし、イギリス側の主張としては、これら3つの協定では領土的に矛盾がないとしていますので、バルフォア宣言に関して問題があったとは考えていないという立場のようです。真相は闇の中だな。さて、ドイツ方面に話を戻しましょう。先ほどロシア帝国の崩壊について話をしましたが、このおかげでドイツの東部戦線は完全に決着。ドイツはやっと西部戦線に注力できるようになります。1918年3月、ドイツは膠着していたフランスとの西部戦線で大攻勢を開始。これは大攻勢の時期をとって、春季大攻勢なんて呼ばれ方もしています。これは西部で決着をつけたドイツもロシア同様、国内が大変に疲弊していたこともあり、さっさと決着をつけたかったという希望の表れでしょう。この時期はもう、第一次世界大戦の関係国はどこも疲弊が頂点に達していた印象だな。ドイツは東部戦線に配置していた部隊を西部に配置転換することもできます。この時、実はフランスとイギリスの間では、指揮系統をめぐって若干亀裂があったこともあり、大攻勢によって次第に西部戦線は押し込まれていきます。ドイツは新しく開発した短機関銃や、パリ砲と呼ばれる当時最大の大砲を戦地に送り込み、その攻勢は凄まじいものでした。さすがにフランスとイギリスは反目し合ってる場合じゃなさそう。はい、ここで2カ国は協力したのか、大戦期でも特に名高いフランスの軍人が、総司令官として就任します。フェルディナン・フォッシュなる人物です。初耳だな。彼の有名な語録として、我が軍能力は押されている。中央は崩れかけている。撤退は不可能。状況は最高だ。これより攻撃するなんてものがあります。あ、それはなんか聞いたことあるな。ドイツとフランスの戦いでの名言だったのか。彼の巧みな指揮により、ドイツ軍の大攻勢による短期制圧は失敗に終わります。しかし、ここでアメリカ軍が到着してイギリスとフランスの連合軍に加わります。その数はなんと210万人という大規模なものであり、ドイツ軍は一気に劣勢に追い込まれることに。パリまで迫ったドイツ軍でしたが、またもやその野望は露と消えます。ドイツをパリの直前で撃退したのと同時期に、別の戦線でも大きな変化がありました。バルカン半島ではセルビアを撃破し、その勢力を拡大していたオーストリアとブルガリアでしたが、ギリシャ方面から上陸してきたイギリスとフランス軍の連合軍に北上を許し、壊滅的な打撃を食らってしまいます。1918年9月にはブルガリアは停戦に至りました。ブルガリアは敗戦国となり、領土の大幅な縮小と賠償金支払いを受け入れるのです。これでロシアに続いてブルガリアが終了か。今のところ1対1って感じだろうか。ここに来てイギリス、フランス軍の優勢が続きます。パレスチナ方面では、ユダヤ人の協力を得たイギリス軍がオスマン帝国をどんどん倒していきます。大戦による疲弊の限界が先に来たのは、ドイツ、オーストリア、オスマン帝国側だったか。オーストリアも同様に完全な劣勢に陥りました。ギリシャ方面から進出してきたイギリスとフランス軍、そしてアメリカ軍の参戦によって領土はどんどん押し込まれました。この結果、もともとオーストリア・ハンガリー帝国は多民族国家であったこともあり、諸民族たちが一斉に独立を宣言してしまいます。1918年10月にはチェコスロバキアが独立、11月にはポーランド、ハンガリーが独立、12月には後にユーゴスラビアとなる国が独立、帝国の空中分解でオーストリアは戦線を維持できず、戦後の賠償を受け入れ、停戦に至りました。ドイツとしてはオーストリアの脱落はかなり状況が悪くなりそうだ。最も信頼すべき友軍だったはずだしな。ドイツの状況ももちろんかなり悪くなっていました。ブルガリアに続いてオーストリアも敗退。ドイツ軍の中でも敗北が近いことが囁かれ始めます。当時のドイツ軍参謀は大落選を試みるための最後の賭けを試みますが、この計画が事前に前線の部隊に知れ渡り、計画の無謀さに多くのドイツ兵が反対、攻撃に参加することを拒否して反乱が勃発、もはやドイツ軍に戦意はありませんでした。ドイツ軍は予備役も使い果たしていた一方、西部戦線には毎日1万人単位でアメリカ軍が補充されていくのです。これはもう完全に勝負あったな。フランス単独ならまだしも、アメリカはもう相手にできなさそうだ。1918年11月、ドイツは連合国側と休戦協定を結びます。ここに第一次世界大戦は終結しました。
これで戦争も終わったんだな。いえ、細かいことを言えば、停戦協定が締結された後も、全軍が撤退するまで戦闘状態は7ヶ月ほど続きました。戦闘状態は1919年のベルサイユ条約の署名まで続き、関係国がそれぞれで戦争状態を解消するには、さらにここから2から3年の時を要しました。この大規模な戦争によって、欧州の地図は大きく変わることになりました。ドイツ、オーストリア、オスマン、ロシアという4つの巨大な帝国は崩壊します。ドイツは敗戦の影響でフランスやポーランドを中心に、他国に多くの領土を割譲することになりました。また、第一次世界大戦におけるドイツへの責任追及は大変重く、賠償金の金額はなんと200兆円というとんでもない値になってしまいます。これがまたドイツ経済の低迷と国民の不満につながり、第二次世界大戦につながってしまうんだよな。オーストリア・ハンガリー帝国は完全に解体。ルーマニア、ポーランドなどに領土を割譲し、中心部はオーストリア、ハンガリー、チェコスロバキア、そして後のユーゴスラビアに分解します。崩壊したオスマン帝国も多くの国に分かれました。オスマン帝国の中心部はトルコ共和国になりましたが、その他の地域でシリア、イラク、アルメニアなどの国が独立していきます。その他、イギリス、フランス、イタリアにも領土が割譲されることになりました。ただし、トルコは停戦条約に納得せず、再度武装化してこれらの領土を取り返すことになります。ロシア帝国も崩壊に至ったがゆえ、ロシア西部のポーランド、バルト三国、フィンランドを失いました。こうして一旦は戦争が終結したわけですが、これらの領土の線引きには未だ不満も多く、ドイツ人が抱いたベルサイユ条約への不満を中心に、この戦争の結末は大いに禍根を残すこととなりました。ここから第二次世界大戦の話につながっていくわけですが、今日は一旦ここまでとしましょう。これでもだいぶ内容はしょってるもんな。細かいこと言い始めたらキリがなさそうだぜ。今後もこのチャンネルでは、戦争や人類の歴史をテーマとした動画を投稿していきます。気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントや高評価もいただけるとありがたいぜ。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。